いい天気ですね今日は。いい天気ですね、はい、気持ちいい。そうなんですよ、うん、この絶好のコンディションの中、今回は JA 越後上越の直売所、はい、アルルン畑からスタートでございます。さあ、アルンとルルンがお出迎え。アルルン畑、もう朝からお客さんでいっぱい、大人気です。上越にも、まあ、いろんな作物があると思います、はい、今日は何でしょう。まあ、でもまだ雪残ってるから ね、 なんだろう、土の下の野菜かなっていうイメージ、ね、あー、根菜みたいなね。そう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 、どうなんでしょうね。何が、あ、こんにちは。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今回ご案内いただくのは JA 越後上越の児玉さんです。緑色だ。何でしょう先生、はい、ザルの上には刃物ですね。ちょっと意外。本当ですか、この時期。今回は真冬でも青々みずみずしいリーフレタスです。農産物のプロがおすすめする今おいしい地元食材を英子先生の簡単レシピで絶品料理にしていきます。今回は JA 越後上越でおいしいリーフレタスに出会いました。決まってる。上越管内ではよく取られるんですか。そうですね、今このレタス水耕栽培でハウスで栽培されているんですよ。なるほど、はい、なのでこの時期にレタス。四季を通じて上越の旬の農産物を取り扱うアルルン畑の中でも非常に人気があるのがこのリーフレタスだというんですね。しかもなんかお値段が、そう、午前中に売り切れちゃう場合も。そんなに、はい、そう、リーフレタスが人気っていう話って先生あんまり、そうですね、日頃ね、なんかすごいちょっとおしゃれなイメージですよね。そうですね、そうそう、レタスよりもリーフだもんね。上越の皆さんを魅了してやまないというリーフレタス、一体どんな秘密が隠されているんでしょうか。あんまりこうさ、フィーチャーしたことなかったからさ、なかったですね、ちょっと気になりますね。しかも水耕栽培だから、ね、どんな感じでなってるんだろう、ね、うん、どんなところでね、はい、どんな方が作ってらっしゃるのか、うんうんうん、これから生産者さんのところに行きましょう。小田さん、もう目力がもうフルで全力でしたからね。天候に恵まれました。この日ご案内いただいたのはこのビニールハウスなんです、ね、中が気になる。土が見えない。先生、なんか何かこう実験しているところみたいな感じですよね。年当たりですね。私たちを待っていたのはずらりと並んでお花のように育った美しいリーフレタス。色とりどりなんですよね。見るだけじゃない。リーフレタスは一般的なレタスとは違い、こう玉のように球状にはならずに葉が開いて成長するのが特徴です。はい、あちらが生産者の尾崎さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。爽やか。リーフレタスの生産者、爽やかイケメン尾崎さんです。リーフレタスの緑に負けない。こういう環境なんですね。そうですね。はい、これが水耕栽培っていう。システムですね。先生もう地面から生えてないんだもん。そう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 。でこれ水耕栽培、はい、ちょっとこれ下ってどうなってるんですか、うん、見れます、うん、もうだいぶわさわさってわさわさってなってますけど、よっ、おお、何、シートを剥がすと本当に水が張ってあるだけ、根っこが張り出していて、この環境で安定して生産ができるというんですが、なんか不思議な気もしますよね。なんかヒゲじいさんって感じ。根が広がってたんですね。そうなんですね。この中にまあ液肥入れて育ってますね、はい、あ、肥料が液体なんですね。この真冬にこんなに茂ってるわけですけど、はい、一年中これ続くんですか。そうですね、一年中栽培してます、はい、真夏から真冬まで一年中栽培するというリーフレタスなんですが、どうやってその品質を保っているんでしょうか。すごいお水が綺麗でした、うん、そう、種まいてから1ヶ月で苗ができて、またそこから1ヶ月ぐらいで、まあ、この状態、はいはい、収穫するぐらいまでなって、まあ、そこからずっと取って、まあ、この中全体的に 4,5 サイクルを植え替えして、はい、1年間で 4,5 サイクルで植え替えして植え替え、はい、種から発芽したばかりのリーフレタス、先生赤ちゃんみたいですね。かわいい、本当に。さあ、こうして温室で1ヶ月ほど成長させたら植え替えて、さらに1ヶ月、すると収穫できるというんですね。だんだん大人になっていく。そうなんです。夏と秋には1日15キロも収穫できるという、はい、この規模大きいなと思いましたけど、
今何株ぐらい？この中に全部で3600株のレタスがいます。3600株が常に育ち続けてるわけですね。こりゃ便利と思いきや、やっぱり栽培する上でのご苦労もあるというんですね。いやすごくありそう。まあ、夏は暑さがちょっと弱いので、まあ、遮光したりとかそういう温度管理が結構大変ですね。で一年中この温度を保たなきゃいけない。まあそうですね、まあ、夏は本当に難しくて、まあ、日照も強すぎて葉っぱが焼けたりとか。稲作とともにリーフレタスを栽培して10年以上になるという尾崎さん、今では安定した収穫量を誇ります。1枚1枚取るんですか？そうです、そのリーフレタス、アルルの森で非常に人気と伺いました。アルル畑でこの時期だと、まあ、青物が少ないっていうのもあるのかもしれないですけど、まあ、大変売れています。あんまり喜んでよかったですまんざらでもない手応え尾崎さんのレタス指名でご注文されるお客様も、いやでもやっぱそういうのを聞いて作りがいがあるし、うん、嬉しいですよね。いや、うん、何をです。そうですね、尾崎レタス。では英子先生と一緒に収穫させていただくことに、はい、こういう感じで1枚ずつ、はい、ペキッと、あ、パキッといくんですね。これちょっとやってもいいですか？取りますか？はい、いいですか、お願いして。さあ、リーフレタスといいましても品種は数十種類もあります。あ、綺麗に根元から取れますね。取れます、取れます。どうですか、こんな感じで。はい、バッチリです。あ、取れました。いや、なんかすごい可愛い。可愛い。でもちょっとこう嬉しいブーケみたいです。そうブーケみたいな感じ。よいしょ。あ、手応えがパリッとね、やっぱりそうです。パキッとしてるし、茎がみずみずしさが分かります ね、 ね、いい香り、緑の。あ、本当だ、いい香り。さあ、このリーフレタスなんですが、品種実は数十種類あるということなんですね。その中で尾崎さんは緑と赤それぞれ2種類ずつを栽培しているんです。JA 越後上越の小玉さんにとっても、尾崎さんの作るリーフレタスは直売所アルルン畑で欠かせない存在だといいます。まあ、結構小玉さんからもこういうの作ってみてとか、こういうのできないのとか、夏場ちょっと収量が落ちるので違うものを作って、まあちょっとカバーしたりとか。お客様を喜ばせようとか、はい、うん、あの美味しいって言ってもらいたい、あと上越を元気にしていきたいっていう、うん、やっぱ尾崎さん の、 あの思いが全部ここに詰まってる感じ。まあ、若い農家さん結構仲間でいるんですけど、まあ、一緒になって、まあ、上越を盛り上げていきたいって。そうなんですね。はい、さあ、では試食です。美味しいよね。さあ、私はマザーグリーンという品種をいただきました。母なる緑。葉っぱの食感が表面ふんわり、噛むとしゃっくり、口当たりがね、どこまでも柔らかいんですよね。お母さんみたい。英子先生はこの赤が生えていますワインドレスを召し上がりました。いい名前だ。なんか葉が薄いのに歯ごたえすごいありますね。うん、なんか緑の中にこれがちょっと入るだけでもちょっと味変というか。そうですね、美味しい。うんうん、尾崎さんのレタスたちですけど、はい、レタスをもうわさわさ食べられるご飯にしましょう。おー、いいですね。いかがでしょう。いいですね楽しみにしていてください。はい、はい、色が綺麗。では先生、今日は何を作りましょう。今日はリーフレタスの韓国風手巻き寿司を作っていきたいと思います。3月3日はお雛様だから、はい、ちょっと変わったお寿司。さすが先生。では早速リーフレタスの韓国風手巻き寿司作ってまいります。レタスの美味しさが際立つ。ではですね、はい、まず味噌だれから作っていきたいと思います。お、はい、まずは味噌、コチュジャン、ごま油などを合わせてしっかり混ぜてください。桃の節句ですから日本中の姫様のために頑張ります。頑張ってください、はい、簡単で本格的な韓国風味噌だれの完成です。これだけで何でも進んじゃうんだから。はい、ではですね、お肉を同時に焼いていきたいと思います。日比田さんもお手伝いお願いします、はい。さあ、今回は桃の節句ということで豪華に牛肉豚肉両方使うなんていかがでしょうか。桃色ですね。あ、本当です、うん。
色が変わってきたら、はい、そこで焼肉のタレ。うわうわ、はい、さあ焼肉のタレを入れたら水分がなくなるまで炒めてください、はい、もういい香りがしちゃって。豚肉は塩コショウをしっかりしてこんがり焼き色がつくまで焼いていきます。その後スライスニンニクを入れてさっと炒めたら取り出してください。では先生続いて何しましょう。はい、次はですねご飯なんですけど、はい、韓国シャリ作っていきます。まずお塩、はい、あでごま油。温かいご飯にごま油、白ごまなどを加えて混ぜれば韓国風シャレの出来上がり。これ本当美味しいんですよ。最後に水気を切った新鮮なリーフレタスに韓国シャレとお肉やキムチ、好きな具材を乗せるだけなんです。お酒も進んじゃうし、お子さんは大好きだし、無敵のレシピができます。そうこんな感じ。では先生、ここが今回のみんなでポイントですね。はい、みんなおのおの好きなものを乗せて好きなだけ召し上がってください、はい、いいな、食べなくても分かる。では先生レシピお願いします。はい、今日はですね、リーフレタスの韓国風手巻き寿司を作ってみました。やったー。では大崎さん召し上がってください。どうぞ。はい、いただきます。いいですね。あ、いいですね。食べっぷりがいい。似合います。最高です。いいですね。なんですかね、このレタスのシャキシャキ感とレタスの苦味と肉とかの味がこう混ざり合って大変美味しいです。児玉さんに召し上がっていただきたいと思います。お待たせしました。どうぞ。いただきます。ボリューム満点ですかね。すごく美味しくて、あの、ちょっと韓国に旅行に行った気分です。シャキシャキ感とあとお米との相性すごく良くて、あのちょっとうちの夕ご飯の食卓に今度並ばさせていただきます。よかったです、はいね、あのね、もうサラダ食べるのもいいんですけど、こうやってねこうメインと合体させて食べていただいてもいいと思います。素晴らしいです。尾崎さん、今後はこうどんな展望を描いていらっしゃいますか。もっと上越全体に広めていって夏とか冬も量を増やせるように、いろいろ品種を試してみていろんな人の食卓に並んでほしいなと思ってます、うん、そしてそんな尾崎さんたちを児玉さん、これからどう盛り立てていかれますか。これからも一緒にアルルン畑やあと上越を盛り上げていきたいなって、いろいろなことを尾崎さんたちとやっていきたいなっていうふうに考えてます。これからも応援しておりますので、はいはい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。